ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりさないです。脳焼かれた達也です。前回、2周目の多重ダム襲撃にてレッドガン2人を奇襲、2機の修理費をウォルターが持つという、なんとも申し訳ないミッションだったわ。あ、ここも特に変わらないか。さて、ここもカットしてもいいですが、初回プレイの時に結構カットしてしまいましたし、なんというか初めてのやられ方としては相当アレな感じでしたもんね。コメでもまさかあんたが足に潰されるとは思わなかったとも見たわよ。いや、自分だってそうですよ。あ、ちなみにここは少し左から攻めればビームは飛んできません。アイボールの角度ゆえですね。なんかウォルターも早送りだと若いですね。さて、ここなんですが、実はそこそこに砲台はあるんですよね。で、ここで乗り遅れると置いてかれるわね。あとはサブジェネを破壊していきますが、この月光ならばあまり場所は気にせず距離だけ考えて、今の距離で限界ですね。ここはさすがに遠いわね。250でも厳しいですからね。ダメですね。あとはそのままアイボール君に突撃するんですが、ここで初期バージョンの不具合らしきものに出くわしたんですよね。おや？で、レザショーを打っても微動だにしなかったんですよね。これも当たってないわね。ここでようやくダメージが入りました。おそらく判定が広すぎる攻撃だと他の部位に先に吸われてヒットしてないのかもですが、ここらとかも結構当たってないんですが、これはスタンバトンの短さでしょうかね。首をかしげつつも後日のアプデで納得した次第でありました。と、そういえば説明していませんでしたが、今作はジェネレータによってブースターの色が変化して、今使ってるのはコーラルジェネレータだから赤色のブーストになってますね。あとは内燃型、貫流型で分かれるわね。ただ AC におけるジェネの重要性は言わずもがなでして、さすがにブーストカラーだけで選ぶには厳しいところですね。ストライダーの次回を眺めるの好き。あなたですか？レイブンとかいう独立傭兵の代理人は、メスパー第二隊長スネイル、指揮を得て光栄だ。壁越えに参画したいということでしたね。まったく、解放戦線の粗大ゴミを片付けた程度で何を勘違いしたのやら。ここも特に変化なしですね。スネイルの合成音声感すごいですね。頼れる人材が他にないとは不幸なことだ。ほう、あなたの打剣にフロイトの代わりが務まるとでも。打剣かどうかは試してみればわかる。まあいいでしょう。今回はベスパー4も出ることですし、あれも調子に乗っているようだ。合わせてお手並み拝見としましょう。壁越えと呼んでいる作戦、その協力要請になる。
さっきの会話後に、アーキバス直々って言ってるのなかなかに面白い。まるで向こうがこちらを指名してきたようですよね。ミッション、壁越え。さて、ここでミニ武装をニードルガンに変更。ハンドガンの連射を高めたような性能ですね。使いやすいけど、セミオートだから指が疲れるのが難点。右肩はミサイル積んでますね。ジャガーの音だから垂直かと思えば。これ2連の分裂ミサイル？そうですね。ここで有効なんです？これ。いや、別段有効ではないと思いますが、なんで積んでるんでしょうね。もう記憶の彼方に。というか、なんでまたこれ砲台まで壊しているんでしょうか。多分ですけど、ダム襲撃のようなイレギュラーを警戒しているんじゃないでしょうか。ああ、なんか追加で後ろから襲われるとか？以前の自分のプレイなんでなんともですけどね。で、1周目は映していませんが、ここらにガンズ・フォー・ボルタ君の残骸があったかな。一度戦闘ログ回収してると、出てこないんですよね。イグアスに、ミシガンにはついていっておけという助言があったわねー。あ、ここまで脳が目立ったのに貴様のせいで額に傷がついたわ。別に意識してたわけじゃないけど、気づいたら脳ダメで。それに気づくとあっさり被弾する、あると思います。そしてどうでもよくなる。まあ、通常攻略時はどの道廊かつかないので、被弾しようが弾薬費がかかろうが、クリアすればいいんですけどね。そもそもチャプター1は S ランク全部終わってるしねー。てなわけで4脚終了。で、警戒してましたけど特に何事もなく進み、いやー、もう懐かしく感じるわねこいつも。あ、しまった。せっかくならジャガーの音を、ラッシーがいる間に倒してセリフ変化パターンにすればよかったか。ただあれ強制面倒でしたよね。重装備だし、虎鉄だと厳しいわねー。まあそうなんですよね。安定はしないですねー。どこぞの刺激のストードラゴンキャンセルするみたいなもんですね。いやー、改めて2周目を見てるとロックオンアシストで楽そうですね。ここはラスティもいるから被弾も最小限だしねー。近接キャンセルなんかで回り込みも楽でした。というわけで2回目の壁越えも終了。何か知らないミッションありますね。捕虜救出、なかなか面倒くさそうねー。621、仕事だ。ルビコン解放戦線から依頼が来ている。独立傭兵レイム、あなたに引き受けてもらいたい作戦がある。作戦内容は旅衆となった戦士たちの救出。我々はヘリ短期突入による奪還を決行する。は？救出対象の同志は3名、我々にとっての重要人物も含まれる。いやいや、独立傭兵レイブ、あなたが我々に共鳴してくれることを願う。こうなるよ、ルビコンと共にあれ。重要人物もいるのにヘリ短期で行くの？
そこまで人がいないのか。それとも、さして重要人物でもないのか。手持ちはレーザーハンドガンに変更。いろいろお試し。ガリアタ銃ダムで手を貸したのが、解放戦線には響いたようだな。お前の選択が運んできた仕事と言えるだろう。なるほど、それで。メインシステム、戦闘モード起動。ミッション開始。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを護衛しろ。目的地がそこなら、当然寄り道しますか。ログハントも気発見。やっぱりな。ただそのまま探索したりしつつで、ヘリの耐久がなくなり失敗。そりゃそうなりますよね。護衛対象が撃墜された。621ミッションは失敗だ。とりあえずログハントがいたくらいなので、これで安心して臨めますね。型のミサイルを分裂から初期ミサイルに変更。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを護衛しろ。レーザーハンドガンは取り回し良かったので続行。4タイプでは連装グレのこいつが苦手かもですね。爆風範囲も結構あって避けたつもりで被弾したり。6連だから案外横にも判定あるのよね。さて、それでは防衛任務に戻りましょう。どうやらここは3カ所を回って回収していくようです。してますね。D って、ラスティの情報を漁ってる時に襲ってきたやつか。このルートだと、捕虜になってたようですね。しかし、防衛系なら細かいのを襲うとレーザーハンドガンにしましたが、実弾のと違って弾数多くて使いやすいですよね。さすがにこちらは衝撃を取ったりは難しいですが、ヘリや MT には便利よね。どうしてすぐを終了した。間に合わなかったようだ。シックス、そして二人目はもうダメだったようで。ウォルターのセリフが優しい。廃墟みたいな割に、案外防衛設備もあるんですよね。先ほどはガト砲台で一気に削られましたね。なんでこんなミッションにヘリ短期で来るんだ。解放戦線も一枚岩じゃないとか。まあ、それはあるでしょうね。各メンバーのパーツ構成見てると。と、そろそろ着陸するので、その話は後で。C 地点到達。同時、水牛ドルマヤンを救出する。は？これで最後だ。頼むぞ、独立傭兵レイブ。ドルマヤンって、最重要人物じゃなかったですか？それをヘリと AC 短期で？いろいろ勘ぐってしまいますね。
知っているというのだ。すべてを消えゆく用心に過ぎない。目標を達成。これより本機は作戦領域を離脱する。621、新たな敵兵を確認した。あ、やっぱり。あれはレッドガン部隊の兵士。おっと、それは自分も思いますけどね。受けたまわり。そうだ、レーザーハンドガンだから拙者の意味もないか。これは普段実弾メインのつてでしょうかね。バリアか。てどうした？ミシガンは買っているようだったが、その程度かガンズサーティ。何を？なるほど、ミシガンが興味を持つわけだ。即落ちにコマ。ガンズスマイルの撃破を確認。よくやった、621。いやいや、結構削られてすまない。しかし、ドルマヤン救出なら総力を上げるべきでは。そこよねー。護衛対象の作戦領域離脱を確認。ミッション完了だ。レイブン、意思の表示を。だが全ては消えゆく用心に過ぎないのだ。サムドルマヤンか。ミッション完了だ。何やら知ってそうな人でしたね。今後進めていけばわかるかもね。新着メッセージ一件。独立傭兵レイブ、改めて礼を言わせてくれ。同志救出作戦への協力、心より感謝する。ツイフ・ドルマヤンは我々にとって特別な存在。アイビスの火を知り、我々を教え導いた偉大なコーラルの戦士だ。だが今のご様子はやめておこう。ツイフの抱えてきた重責、察して余りある。あ、それから私個人としても礼を言いたい。ツイを助けてくれてありがとう。幸せに暮らせよ。そういえば先ほど解放戦線のパーツ構成って言ってましたが。ああ、そうですね。解放戦線の機体を軽く見ていきますか。そうそう、こういう旧型 AC ってタイプよね。果たしてそれだけでしょうか。あ、そうでした。実質的戦争指導者のミドルフラットウェルとかは。そうか、こういう新型系のも。で、そういえば今回の依頼は。はい、ミドルフラットウェルからではないんですよね。おかげでこのミッションでこの組織、どうなんだ？という感じになっております。なるほど、確かにいろいろ考えさせられますね。ちなみに、この組織の主要メンバーは、サム、インデックス、ミドル、ウィング、リトルト。指の名前がついてるのも面白いところさん。ジーとダナムは、ドルマヤンのパーツを真似してるだけかもですが、せめて馬小腕なら格闘一つは持ってくれと。で、それはそうと。また編集時点でアプデが来たわね。今回は不具合修正がメインでしたが、頭部パーツのパーツスペックの項目に、スキャン待機時間の表示を追加。これめちゃくちゃ助かりました。使っていて違うけど、どこかに計算式あるのかな？と。いろいろ試してわからなかったんですが、
単純にマスクデータだったんですね。といったところで今回はここまで。よろしければ、いいね、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。